両 A 面なんですね。両 A 面でシングルになったんですけど、実はですね、シングルするつもりは初めは全然なかったらしいんですね。あのサージャント・ペッパーズ・ローニー・ハート・クラブ・バンド、あの LP を作るために作った曲、この2つが早くできて、それでの契約の関係かなんか知らないけど、とにかくシングルにしてしまえということでシングルになってしまった。それで結局サージャント・ペッパーズには入らなかった。もしあれの2つがサージャント・ペッパーズに入ってたとしたらまた違いますよね、全然ね。まあサージャント・ペッパーズ